池田成都氏は、江戸時代後期の大名。以前、岡山藩の、第七代藩主。岡山池田宗家九代。文化八年四月8日、薩摩藩主、島津成尾の次男として、江戸屋敷で生まれる。聖母は、成尾の正室、近子。署名は、島津久し康。岡山藩第六代藩主、池田人氏生の着男であった蔡、西明が、 文政2年に23歳で創生し、その後養子となった老いの再生も、文政9年8月に創生したため、同年10月に再生の養子師に迎えられ、池大生と名乗る。文政12年2月7日、再生の隠居により、家督を継いだ。将軍、徳川家成の返記を受け際里氏に改名した。集大の伊田法に習い、幸楽園内に伊田を縮尺再現するなどし、 民生に尽力した。死死のいなかった、蔡里氏は、王子にあたる奥平正隆の十男、七五郎を仮養子として、天保十三年に一月三十日に、岡山において死去した。去年三十二、七五郎は、蔡里氏と異なり、それまでの池田家一族とは直接の血縁関係が、なかったため、市販の鴨型藩主、池田生前の娘、 うた子を、蔡里氏の養女とし、婿養子として、七五郎を迎える手順を取った。この手続きを完了するまで、蔡里氏の死亡は隠されており、4月2日にようやくもが、発せられた。草原寺の蔡里氏夫妻の墓。左が、蔡里氏の墓。ありがとうございます。